最も腑に落ちたある図2005年から2ヶ月ほどランチェスター戦略の勉強会に週1で参加することになりました独立企業の成功戦略あなたの夢を実現する戦略というテキストを使用しました中盤で登場した業界客層対策の解説に添付されていたのが次ページの図です この図が自分にとってずっと悩みの種だったことに大きなヒントを与えてくれました。当時の私には売上利益の柱となる事業をどうすべきか迷いがありました。大型案件での依頼があれば即10万円以上の売上の立つイベント仕事を非常に魅力ある市場だと思っていました。ところが、イベントへの依頼は定期的なものが少なく不定期で、 しかも、どこの誰が発注してくるのかは、その都度異なり、決定権を持つキーマンへのアプローチは困難を極めました。一時は職業別電話帳で見つけたイベント会社宛てに無差別で DM 送付なんかもやりましたが、全く効果はありません。そんな時期の勉強会で知ったのがこの図表です。ここで解説されているのは、 非関連の多角化は失敗が多いというものですが、自分の過去の経験と今現在の仕事を照らし合わせて検証してみました。すると、過去やってきたのは化粧品を個人のお客様、女性中心、宛なのに対し、今は人力車サービスを提供する相手を模索していたわけです。今までと異なる商品を、今までと異なる客層に売り込むのは、 0.1と最も成功確率が低くダメだと気づかされました。その後、キーマンが女性中心で、イベントとは違って定期的な需要のある結婚式仕様にターゲットを絞ることで、業績は大きく好転しました。